はい、戦略発表会直前連動予想イエーイということで、はい、今しかないということで、連動予想していきたいと思います。水闇サガは前回の動画の流れでいくとサガをかけないとダメなんですが、いや本体よ、やっぱりここは本体って、それは予想なんですか？いや間に合ったってこと、届いた思い、届いた。いや届くか、今のディアマなら届きます。届いた。前回の動画で届きました。届いた。オッケー。わかった。じゃあサガが消えます。はい。サガが消えました。いや一応じゃあサガが消えなかったら情が湧いたと。嘘でしょ。本当に言ってる？いや本当に本当に。なんか動画出してたよね確か。2位何でしたっけ？ドゥーム。ドゥームね困るんすよ。困る。動画的に結構ね使えるんすよ。まあ、ドゥームはね結構いいカードですよね。かけるカードないっすよね。えないんだよサガしか。サガ。サガです。サガしかねえな。サガしかないっす。イワシンはバカじゃんだって。え、イワシンはねバカだと思う。いや多分ねボツソース使いがねデモを起こすね多分。スメラギとか多分号泣しちゃうよ。号泣してるねガチで。どうせそれ以外でさ形を変えてまた出てくるよ。まあこのギミックがいかれてますからね。じゃあサガがかかりますと。はい、はい、続いて、はい、ヒタンガガガブレイズクローですよ。はい。ブレイズクローなんすか。行くわけないと思いますけど、ね、行くわけないでしょうね。なんかね500円だからのスタートデッキにも入ってるから、まあ、俺は特にないのかなって思ってるけど、うん、俺もヒタンガガガからは何もかかんなそうだと思いますけどね。なんかね最強優勝しました、でもめちゃくちゃズバ抜けてますってわけでもないし、555ぐらいじゃない、なんかワンチャンあるとしたら。555さ今更かける理由もなくね。いやいいよな別に551枚ぐらい。ヒタンでしか使われてないしね。味だよこいつ。555マナロックネイチャーとか許されるカードなんじゃないの。うんそうだね、平たくなっちゃうもんなそういうのないと全部。そう次、まあ、クライマックスしようが。水自然の俺は消えてほしいカードがある、はい、パラドキシカルファクトリーに消えてほしいです。あーまあパラドキシカルは確かにねしつけえしな。アプルとかは俺いいと思うんだよね。うん確かにね。けどそれが処理したのに一発ですぐタダで戻ってくるのはダメだと思う。そうだね、アプルが常に場に居続けるのはなんか確かに絵面としてちょっと結構不快感はあるんじゃないですか。だって破壊しても手札に戻してもパラドキシカルファクトリーはハイアスカでも出てくるんですよやっぱり。そうですね、まあパラドキシカルファクトリーなんじゃないかなと思いますね。相手に何もさせないっていう戦略によってるので。でずっといるじゃんこれ本当にこのデッキ。そうなんですよ、ずっといるじゃんなんだかんだパラドは。そろそろマジで、まあ、パラドキシカルファクトリーが抜けたんだったら、まあ、別にクライマックス許されるんじゃねっていうのはあるんだよね俺の中で。うんまあ気売りが結構強いけど再現性はやっぱ全然違うというか。いや全然違いますね。全然違うじゃんやっぱ。パラとかキュウリあったら、まあ、パラと打つじゃん普通に。アプリ出したかったら当然打つじゃん。シールトリガーなのもやばいよね。あトリガーそうですね。なんか確かにここパラドなくなるだけでなんかガタガタってなりそうだな一気に。えそう色もさガタガタになるし、ガタガタってしそうだし、ペリアとかもちょっと弱くなるし。まあいい塩梅なんじゃないですか。そろそろいいんじゃないですかパラド騎士からは。それこそ今後2コスト以下のクリーチャーをさ出すときにさずっとパラドがさ頭の中にあるわけじゃん。確かにちょっと強すぎますね。そろそろ行ってもろて。そろそろ行ってもろて。じゃあここからはパラド水魔道具。いやまあそろそろ行きそうですよね何かしら。まあちょっと強いね。ちょっと強いけどなんかかけるとしてグランドゼロはちょっともうやりすぎなんだろうなって気はちょっとすんだよね。もうそれもだってサガからサガ奪ってるのと同じですもんね。そうまあまあデッキを殺してるじゃんもうこれは。だからって考えたらやっぱゾメンかガリュビーズしかなんかないんだよ。まああとゴッドの試練を。ゴッドの試練プレレンってことっすか。もうそれしかないですよ。すでに1枚しか入ってないからさ。いやそうっすよね。だからゴッドの試練でもゴッドの試練プレっていうのもな俺結構ゴッドの試練を電動っていうのはあるかなと思うんですよ普通に。まあまあ1積みだったけどまあ電動かみたいな。まあでもなんか2枚使うデッキも結構あるし。そう2枚使うデッキはあるからねティアスリーカーで縦をつけ合うとかもね必要になってくるし。そうゴッドの試練電動は結構しっくりきてて、うん、でもそれは結局水魔道具のカードからの電動ではないからガリュミーズいっちゃったらさ。いやえでもさなんかさ今さガリュミーズ電動で考えたけどさガリュミーズが電動した後にさこう水魔道具リペア杖みたいなさなんか暴れてそうな未来が見えるんだよね。ラガンとテニスザークあってでなんかまあコントロールしつつ探しに行くでそこでさゴッドの試練さ2枚とかに増やしたいけど同時に電動してるみたいななんかちょっとありそうじゃない。確かにねまあほどほどかやっぱガリュミーズなんですかね。まあ、ゾメンザンはまあ1個ブレは減るけどなんかさ全然やれるよね。てかバニラカードが電動したらめっちゃおもろくない。いやいやダサいわブレイズクロー電動ぐらいなんかえってなるわ。じゃあガリュミーズじゃんやっぱ消去法的に。やっぱガリュミーズとゴッドの試練どっちも電動するんじゃない説がある。ゴッドの試練はまあかけといていいね。やっぱ2枚やることでループするからね簡単に。いや俺ゴッドの試練はねもう出た時からやばいと思ってたんですよマジで。うんいややばいわ全然使われてなかったけど最初は。いやまあガリュとゴッドの試練か
なんとなく。あ、ここは関わりますね。関わります、はい、断定、はい、次は、水闇自然の差が、でも差が消えるんですよね。まあ差が消えるなら、まあただのただの、そっか、クライマックス、劣化クライマックスだから関係ないか。え、そう、別にいいんじゃないですか。じゃあないわ、はい、じゃあ次、まあ、キユリはかかんないでしょうし、ね、キユリはかかんない、さすがにかかんないですね。強いけどね。まあ強いけどね、うん、次、ヨンジャ。まあサガがいるからこそ今は落ち着いてますね。けどまあサガがいなかった時はヨンジャまみれでしたもんね。まあ強いね、本当に抜けて。しかもだって水魔道具弱体化してるんですよね。でパラドが減るってなったら、それ相応の報いを受けないとちょっとね、辻褄が合わないよね、やっぱり。まあ本当にまたヨンジャ一強みたいに戻っちゃいますよね。一強だよ、間違いなく。だから結構ちゃんとかけないと、しかしむずいと思うんですよ。なんかこのデッキシナジーのデッキだからさ、ヨンジャのためにかかるってなるじゃん。なんか結構、うん、他のデッキはなんかすごい普通に使われてるのに、その巻き添えを食らうみたいになるから難しいんですよね。鬼が大王、まあなんかがなんか一番こう、ヨンジャでしか使われてないのはそこかな、現状。え、でも大王なんかって気もしますけどね。なんかダンテが行くみたいなのもあるけどね。え、でもダンテバスターはもう残るんじゃないですか、さすがに。さすがに音声ラフルとはちょっと話が違うからな。なんかそのファンのつき方というか、そうなんですよね、うん、その主人公感がね。まあネイチャーも神アート出てますしね、まあ、デッドラム消えるのが一番早いですけど、まあ、デッドラムはないでしょう、ね、ないから、いや、やっぱりジャオーガかな。バラドはなんかまあ1でもまあって感じそうだし、かけるならジャオーガしかなさそう。ジャオーガしかないんじゃない。コンビでやらないならジャオーガしかないんじゃないかな。いやー、さっきのジャオーモンがさ、プロモになってなかったらさ、ちょっとジャオーモンって言いそうだった。まあてか直前で闇の切り札たちで再録してるから、まあ、あ、再録してんだっけ。したしたした。だからもうめっちゃ再録してて、まあないだろうなって感じ。いやでもね、でもデュエキングで再録したね、希望のジョースター伝導したからね。伝導レベル強すぎるけどな、このカード。え、ジャオーモンね、結構イカれてんだよ。イカれてるよ、100期のジャオーモンは。ジャオーモンなくなったらさ、さすがにこのデッキさ、カスじゃね。ジャオーモン消すとさ、陽水ジャオーモン使いたくなくね。それはそう、盲点だけど、そこはそうですね。別になんか鬼が大王ジャオーが1になっても、多分そこになんかブライゼとデビルドレーンとか入れたら、そうそうそう、なんか形になりそうなんだよね、普通に。結局多分ね、そんな変わんないと思う。そんな変わんないよね、多分。やっぱジャオーモンじゃね。いや、ジャオーモンでいくか。いや、そしたらさ、ジャオーモン逆に伝導してくれたらさ、1枚だったらプロモ買うわ。あ、なるほどね。だからさ、みんな獲得しづらいさ、シールド戦にしといて1枚でみたいな。なるほど、だから1回は出てねと。分かってしまった、作詞です。ジャオーモンです、ね、いや、ジャオーモン強えよ、本当に。いや、ジャオーモンマジでね、やばすぎた、本当に、うん、出た後破壊されるとかならね、なんか残ってんだよな、よくわかんないけど。残るしバトルしてくれてた。わけわかんない、わけわかんないことしてるから。わけわかんないことしてるから、まあジャオンっすね。あとは、アナオービーですね。個人的には残ると思う。まあ何もかからない、何もない、パッとかけそうなカードがなくて、一応電動枠がナスと3マットで、ナスは結構強い気はするけど、このデッキてかナスプレデンはあんのかな。アドバンスの方もナスは強いね、結構。ナスさ、露骨だよね。なんかさ、最近さ、結構さ、いろいろさ再録するけどさ、ナス再録しないんだよな、全く。確かにナスは一向に入らない。まあ電動カードではあるけど、何かしらさ再録してもおかしくなさそうだと思うんだけど。ロイヤルドリアンとかもさ、デュエキングとかで再録したんだけど、あの流れで。なんかナス光ってたらめっちゃ嬉しかったくない、みんな多分。うん、いや、ナスは結構、まあその四ジャーに関してもまあそうだし、まあありえそうではあるけどな、プレデン。いや、ナスプレデンありそう。いや、ナスは強えよ、本当に。いや、ナスね、今の時代本当にイカれてる。うん、一マナで2の落とせて縦見れて、やばいカードですね。え、ってかそこ本当にナスプレデンじゃね、これ。ナスしかないね。え、そう、結構なんかツイッターとかでさ、サンナップ行くんじゃねえとかさ見たけどさ、サンナップはそう、いやー、サンナップ、いや俺はね絶対行かないと思うわ。なんかダサくない、その伝統。そう、だからなんか自然端オービーネーターとか穴オービーというか、もうそのオービー自体はやっぱり本当にダメなんだったらやっぱオービーをかけるべきだと思うから、まだ泳がすんじゃない、別に。まあ泳がすで、強いて言うならナス。そう、だからナスだけかけとくみたいな。ナスはありそうっすね。あ、これ絶対っすね。俺、絶対ナスプレデン。はい。外野手波動とか。闇をゼロじゃないですか。闇をゼロか。まあ確かにサーガーがいなくなるとまたゼロベンが出てくるのか。ゼロのデッキからいくとしたら、ザロストも強い。足回りはザロスト。ゼロな、デッキ売ってるのに。やばいけどな。だって、並んでるよ、店頭に。いまだに。確かに。あれ電動したらガチでやばいよ。てか、かけれなくて、なんか大人の事情で。あんな売れ残ってるゼロのデッキさ、
パーツ電動したら終わりも終わりじゃない？なんかアドバンスあんま整備されない説。アドバンスはあんま考えなくていいのかもしれないね。何をかけてもさ、別にじゃあ他のデッキで3キルしますとかさ、そういう話やん。うん、まあ言われてるので、まあボールアックスですよね。別に外野手波動今そんなめちゃくちゃ強いわけじゃないじゃないですか。まあいいんじゃないですか。いいんじゃね。俺は結構なんかボールアックス前から言われてたけどいいかなと思ってる派だから、うん、でもそれでなんか結構いろいろ整備されそうですけどね。そうだったらマジ何が強いんだろう。ガガガじゃない。いやーそうっすよね。強いけどね、なんかめちゃくちゃ。でもなんかめっちゃおもろそうっすけどね。まあガガガが強いのはいいことだけどね。なんかその分かりやすいじゃん結構やっぱ速攻デッキは。まあ簡単にメタ出るわけじゃないですけど、まあ、やりようはあるんで。ナスがないならヒッポもちょっとアドバンスはだいぶ弱いな。そしたらねなんか勝手にさヒッポ弱くなるからさ。まあ確かにダブル電動みたいな。確かにナスヒッポやばいな。なんか一生やばいわ。いたらいやナスヒッポやばい。セットでいたら結構やばいわ。一生やばいから本番の発表を楽しみにしたいと思います。ぜひサガを。はい、ぜひお願いします。あとあの JO の解除もお願いします。 JO の解除はやばいだろう。どうする。なんかサガが残ってチュリスとかみんな帰ってきたら物語のクライマックスみたいな。なんかみんな帰ってきたみたいな。えけどかっこよくない。なんかめっちゃテンション上がんない。なんかそのデュエルモスターズは新時代へ帰ってくるみたいな。鎖から解き放たれてみたいな。今回の電動はなしだっつって、うん、電動解除っつって、うん、ドルガンチュリスだよ。取り外さずは俺マジでぶち上がるわテンション俺そんなの見たい。いやもうそれで頼むわ。それ楽しいね。うん、はい、その方向で行きましょう。デュエルマスターズは新時代に突入しましょう。本当に開き直ってるからそれは面白い。そしたら GP 楽しみっすけどねマジで。本番を待ちたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。